どうも、ちゃかです。今日はですね、タイトルの通り1万円台で購入できるスニーカーを3つご紹介していきたいと思います。今回紹介するのはナイキのエアフォースワンだったりとか、アディダスのスーパースターとか、そういった超ド定番のところではないところをピックアップして選んでみました。でですね、僕自身は黒の服が多いんですよ。まあ、今日まあ、真っ白なんですけど、なので黒系のスニーカーを中心に紹介していきたいと思います。着用動画も交えてご紹介していきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていただければ嬉しいです。はい、早速一つ目はこちらですね。アディダスのブセニッツになります。まあ、ブセニッツっていうモデルはいわばスケボーシューズです。プロスケートボーダーのデニス・ブセニッツさんという方とのコラボレーションで、もともとサッカーシューズをモチーフにデザインしています。スケボーシューズなのでスケーターファッションだったりストリートファッションとかカジュアルな服との相性はかなりいいです。これで価格が1万2000円ぐらいなので比較的手頃に買えるんじゃないかなと思います。でですね、実は普通のブセニッツのモデルではなくて、ボディにはナイロンの耐久性の7倍の強度を持つコーデュラナイロンを使用しているので、あまりスニーカーに気を使いたくないって言ったらまあ変ですけども、気兼ねなくガシガシ履きたい方はおすすめのスニーカーです。履いてみた感じはこんな感じですね。いかがでしょうか。めちゃめちゃかっこよくないですか。ブセニッツってモデルはシュータンが長くできていて、細めのパンツだと違和感を感じるので、個人的にはズドンと落ちたカジュアルめのパンツで合わせるのがおすすめですね。はい、ということで一つ目はアディダスのブセニッツを紹介させていただきました。はい、では二つ目のおすすめのスニーカーはこちらです。リプロダクションオブファウンドのロシアントレーナー 5400SL です。まあ、パッと見アディダスに見えますよね。まあ、よく見ると一応3本ラインではなくて4本ラインになっています。こちらは価格は1万8000円ほどです。ブランド自体は2016年にスタートしたブランドで、ブランドの人気モデルとしてドイツ軍のトレーニングシューズをモチーフとしたジャーマントレーナーがあります。まあ、マルジェラとかでも有名なので知ってる方も多いんじゃないかなと思います。こちらのモデルは1990年代にロシア軍のトレーニングシューズとして採用されていた通称ロシアントレーナーになります。軍用シューズを生産するファクトリー工場に依頼し、現代的にアップデートしたモデルになっています。このスニーカー自体はロゴにスポーツと書いてあるので、スポーツスニーカーに近いモデルなんじゃないかなと思います。ちなみにカラーも結構出してるみたいですね。はい、では履いてみた感じはこんな感じです。個人的にこのボテッとした感じが好きですね。さっき紹介したブセニッツと同じでワイドパンツとの相性はかなり抜群ですね。ワイドのスラックスとかでも相性いいですし、デニムなんかでカジュアルライクな感じで合わせていただいてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで2つ目のおすすめのスニーカーはリプロダクションオブファウンドのロシアントレーナー 5400SL でした。はい、ではラスト3つ目のおすすめのスニーカーはこちらです。コンバースアディクトのキャンバスハイです。はい、ということで3つ目はコンバースですね。もうコンバースは絶対に使えるアイテムだと思うんで、これは外せないですね。コンバースアディクトっていうラインなんですが、知ってる方も多いと思います。日本製コンバースの最上級ラインになります。アディクト、依存する、中毒っていう意味が入ってまして、まあ靴好きがこぞって履いてるラインですね。知ってる方も結構多いんじゃないですかね。結構比較されがちなのは USA コンバースって言われるアメリカ製のコンバースと日本製のコンバース、結構比較されがちなんですけども、だいたいこのアディクトっていうラインと CT70 っていうアメリカ製のコンバースとの意見が結構分かれるというか、好き嫌いが分かれるスニーカーですね。僕結構日本製のコンバースも好きですし、アメリカ製のコンバースも好きなんですけども、アメリカ製はどちらかっていうとクッション性が良くて長時間履いても結構疲れない感じです。毎年アディクトは春夏秋冬で年2回発売されるんですけども、こちらは19年 AW のものになります。2020年春夏の新作は4月の10日に発売されるみたいですね。こちらもよかったらチェックしてみてください。でディティールなんですが、トゥー部分はかなりシャープな感じで US コンバースと同様にアーチ型のステッチが入ってます。通常のコンバースよりもクッション性の高いインソールになってます。まあ、一番感動したのはアウトラストっていう温度調節素材がありまして、常に32度に保ってくれます。なので靴の中が蒸れないようにできています。まあカジュアルな感じだったりとかモードとかでも意外と馴染んだりするので、これに合わせられないっていうのはないぐらい万能なスニーカーだと思います。はい、では履いて
みた感じはこんな感じです。先ほど紹介した2つのスニーカーとは比べて細めのパンツとの相性はかなりいいと思います。まあ、色自体もくすんだブラックなので少しカジュアルライクな感じにはなると思うんですが、そういった服装が好きな方はおすすめのスニーカーになります。はい、ということでいかがだったでしょうか。タイプのね、違うスニーカーを3つ紹介をさせていただいたんですけども、どれも使いやすいスニーカーだと思いますので、ぜひ履いてみてください。今回紹介したスニーカーは概要欄にリンク貼っておきますので、そちらをよかったらご覧ください。いつもファッション系を中心にアップしていますので、よろしかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あと最近インスタも始めましたので、そちらの方もフォローの方をお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。